まりました。もてつちゃんです。さあ、ただいまのプレミアム配信の停止が決まりました。まあ、停止自体は知ってました。内部の情報も知ってたし、あとは実際に使っている方ですね、の、リークっていうのもあれですけど、からの連絡があって、もう使えなくなるっていう、はい、その話が来てました。で、それで、まあ、10日ですね、7月10日に、ストップするっていうのも知ってました。はい。いわゆるただいまっていうのは、まあ、ただで皆さんに、まあ、授業を届けるっていう形でスタートしたものなんですが、まあ、途中でプレミアム配信っていうですね、まあ、有料版を始めたわけですよ。で、その始めたものを今回倒産に、当たって消すという形になりました。だから、なんとかしなきゃいけないっていう風に渡っていたんですね。で、YouTube チャンネル配信継続のお知らせっていう風に YouTube のは配信は続きますよという風に書いています。はい。まあ、これに関しても、まあ、ここに、今から読みますけど、で、どの口が言ってるのかをちょっとね、見ましょうかね。はい。それで、ただいまプレミアムをご利用いただき誠にありがとうございます。ただいまプレミアムのすべての授業動画は2023年7月10日をもって配信停止させていただく運びとなりましたと。ただいまプレミアム会員の皆さんには多大なご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。なお、2023年7月1日以降にお支払いいただきました7月分のご利用料金はすべて返金処理を完了しております。また、今後のサブスクリプション決済設定も削除しておりますので、8月以降に引き落としがあることもありません。でもさ、それがなかったとしてもさ、途中まで見てた人はどうなるんだっていうわけですよね。だ最後まで終えることなしにこれなくなっちゃうわけですよね。それってどうなのって思いますけどね。蒸気の処理について利用者の皆様において特段のご対応をいただく必要はありませんが、クレジットカード会社によりまして決済後の返金となる場合がございますのでご了承くださいませ。万が一7月分以降のご利用料金が発生し返金がご確認いただけない場合は、サポート窓口まで、お名前、ただいまプレミアムに登録されたメールアドレスを添えてご連絡のほど何卒よろしくお願いします。ただいまプレミアム会員の皆さんにはこれまでの利用に対して深く御礼申し上げますとともに、今回このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。ただいまベーシック YouTube チャンネルについては当面は配信を継続いたしますが、今後の当社の破産手続きの進捗に応じて配信停止となる可能性があることをご了承いただきますようお願いいたします、というふうに、はい。だから停止する可能性はありますよというふうに書いてますよね。なんか継続いたしますが、当面ですよね。当面っていつまでかわかんないですよね。だってもう止めようとしてたもんね、7月の頭で。まあ止めてくれた方々がいらっしゃったんですよね。だそのおかげで実はこれ止まってます。はい。でも本当消す予定でしたよ。でだからもうチャンネルはもう売っ払う気満々です。はい。もうこれはちゃんと調べもついてますし、分かってます。でもう売る気満々ですよ、完全に。でそんな簡単に動画買えないっていうのは昨日の、ね、僕の動画で出したと思うんですけども、そうです、もう金取る気満々で、厄介なのは、複数の会社が手を挙げてるみたいなね、形にしてるでしょ。いいことないんですよ、そんなことしたらさ。価値上げちゃうわけでしょ。そんなの思うツボじゃん。それいいことだと思ってます？複数の会社が手を挙げるってことは、それだけ全く僕らの関係ないところで価値を上げちゃうんです。いいですね。世の中っていうのは需要と供給の関係で成り立ってますから、需要が高ければ値段は上がるんですよ。で、破産管財人からすればどうでもいいわけで、ね、お金になれば関係ないですから、どの会社とかっていう風になった時に、一番高い金を出すところに売っ払うわけですよ。だからもう理念だとか何とかっていうのは関係ないわけでしょ。だそんな人たちのところに僕の動画が行ってしまう可能性があるということです。はい。まあ、知ってますよ。1社は分かってるから、もう。まあ、だから、合計2社は知ってますよ。はい。どこなのかは。でも、それってどうなのっていう感じだと思いますけど、ね。厄介。あのね、額が額なんですよ。だから、なんていうか、そんな甘っちょろい話じゃないわけです。相当難しくなる可能性が出てきちゃってるよね。いや、でも、そんなことしたら、何をやらなきゃいけないか、こっちはですね。価値を下げなきゃいけないんですよ。やりたくないけど、ね、自分たちが一生懸命作ってきたものの価値を下げる行動に出なきゃいけないって、こんな辛いことなくないっすか？あんだけ一生懸命作ったものさ。で、ね、お金ももらわずに作ったものですよ。それを、で、取り戻すために買わなきゃいけない。もうこれだけでも、とんでもないことじゃないですか。非常に辛い。自分が無料で作ったものを高いお金を出して買い取らなきゃいけない。そんなの悲しすぎるでしょ。
それだけでも悲しいのに、その価値を値上げしようとね、してくるっていう人たちが出てくる。そうすると、自分たちで汗水垂らして作った動画の価値を下げようとしなきゃいけない。はぁ、悲しい。まあ、だから全然知らない人たちに渡るんだったら、当然配信停止に動かなきゃいけないんで、そっちですかね。だから買い取られた後に、個別の、まあ、交渉っていうのは起こるんでしょうけど、まあわかんないですよ。もうその買い取ったところがもう全然そんな個別の交渉なんか受け付けないっていうところだったら、ね、なるけど、いや、取り下げるでしょ。普通に考えて、授業動画。まあわかんないですよ。話を聞いてくれるところなのか、どこなとこじゃないのかわかんないから、そんなどこの誰だかもわかんないところ、どこの誰だかわかってるけど、はい。そんな人たちに買われるぐらいだったら、私は、はい、配信は停止しますんで、はい。だまあ配信停止すれば価値は下がるでしょう。僕の動画がなくなれば、多大日の価値は下がるでしょうから。まあそれだけじゃないですよ。別の、価値の下げ方も動いてます、実際。はい、あと二つ、実際も現在進行形で動いている状況です。いや、こんなに、ドロドロになる。まあ、とはね。まあ、ある意味予想してたけど、多少は。まあ、だから、ある意味、分かったんじゃないかな、と思いますけどね。だから、本当に戦うことになったら、まあ、覚悟してもらいますよ。これは、まあ、誰に向けてのメッセージかは言いませんけど、はい。その覚悟ができていると、みなしますからね。邪魔をするんだったら、そういうことだと思ってください。はい。まぁ、ちょっと、言いたくはなかったけどって感じです。はい。ありがとうございました。はい。すいません。こんなまた。本当は全然ね、違う動画出す予定だったんですけど、もっとね、楽しい動画を出す予定だったんですが。すいません。はい。緊急でした。はい。まぁ、ちょっともう夏期講習中で、もう前乗り先のホテルからなんですけどね。もう本当寝なきゃいけないんですけど。はい、緊急でした。はい、ご視聴ありがとうございました。天気予報ちん。